はい、皆さんこんにちは。今回のお題は何に関して言及させていただきたいかというと、まあ、世界各国の治安状況ということで、今回はどこに関して言及させていただきたいかというと、フィリピンに関して言及させていただきたいと思います。なかなか旅行でフィリピンに行く方ってそんなに多くないかもしれません。まあ、ただこれはセブとかだったらね、ビーチリゾートということでセブ島行こうっていう人はいると思います。ただ私は特にね、ここで言及させていただきたいのはマニラに関してです。マニラにね、住み好んで行くっていう人はなかなかいないと思うんですけどね。まあ女性を買いに行くっていう人はいるかもしれないですけど、そういった人が行くのかもしれない。いわゆるマニラおじさんです。私はかつて、某旅行会社で働いていたんですけど、その時にね、航空券の手配なんかも行ってたんですけど、まあよくね、男性1人とか男性2人で、フィリピンマニラ行きのチケットね、いわゆるパルちゃんフィリピン航空なんですけど、パルとか日光とかね、まあ、そういったものを手配もしてました。まあいわゆるそれ女子社員からするとね、まあ結構あだ名つけられてましたよ。そういう人、まあマニラに行く、審判に行く人のことをマニラおじさんとかね、もしくはバンコク行く人もバンコクおじさんって言ってました。で、治安に関してです。フィリピン、実際フィリピンという国は、まあアジアいろんな国ありますよね。アジアいろんな国ある中でそんなに治安は良くはないわけです。まあ先にね、述べさせていただくとね、特にマニラ、まあ、ただ実際私がマニラに行って危険な目に遭ったかというと、あってはないわけです。まあこれはね、やっぱりそれぞれの方々の、注意がね、していただければそういったことはないかなって感じがするわけです。何が危ないかというとですね、もちろんすぐひったくりはあります。で、やっぱり銃器を使用した事件、法人なんかもね、1年に何人か殺されてますね。なので、銃器を使用した強盗であるとか、女性絡みね、女性絡みで、例えば何々女性、非常に引っ掛けますよね、パブとかで。で、それ絡みで、殺されたりもすることもあります。なので、できるだけね、女性絡みでね、殺されないようにしない、まあ、特に、まあ、男性職務な、ね、気をつけていただきたいと思います。その女性がしっかりした女性なのかって、なかなか見極められないと思うんですけどね。あとは夜はなるべく歩かない、そして人通りが少ないところは歩かない、こういったこともね、必要かなって感じはします。実際銃器が出回っているので、銃で撃たれて殺されることはよくありますので、そこだけは気をつけていただきたいと思います。あとフィリピンだとミンダナを通ってあるんですけど、イスラム教の勢力がね、活動します。これはモロ戦線と言われている、団体があってですね、これイスラム国にもね、忠誠を尽くしている、団体です。なのでちょっと過激派ということで、実際そのみんなの行くときはね、必ず情報収集をして行っていただきたいと思います。そうしないと、犯罪の被害に遭ってしまう可能性があるので、気をつけていただきたいと思います。で、あとはそうですね、フィリピン、まあ他にもね、まあタクシーとかよく利用しましたけど、交渉線とか多いです。例えばメーターついててもメーター使わないとか言われることがあるので、まあそれは人を見たりします。この人だったらお金が通れそうと思われたらそういうふうに言ってきてですね、まあそれに日本人というのは舐められてますので、正直な話ね、まあまあ金払ってしまって被害あってしまった方が多いです。だから決して私はまあ大体歩いていろんなとこ行きましたよね。まあ特に危ない目あってないんですけど、決して絶対行くなっていう危険なところではないわけです。まあ実際ね、まあ歩いてみてそんなに危険な目にならない人多いわけですので、そんなにね、神経質になることはないと思います。ただ、まあ、先ほど言ったように最低限の注意ということで、まあ、夜間外出をなるべく控えるとか、人通りがないところに行かないとかですね、そういったところは気をつけていただきたいと思います。流しのタクシーでもたまに危ないやつありますからね。まあ、これからもね、こういった感じで、今回はフィリピンに関して言及させていただきましたけど、これから他の国々に関しても言及させていただきたいと思いますので、皆さんぜひともね、チャンネル登録されたい方はチャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。